サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は私西岡明彦、解説はおなじみ福西崇史さんです。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、浦和レッドダイヤモンズが清水エスパルスと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。浦和は選手の補強が印象に残りがちですが、若手もいい選手が育っています。競争は激しいですが、長くクラブに在籍した選手が何人も浮かびますね。浦和レッズのキックオフで試合開始です。牧野智明、山中亮介、相手に渡ります。青木拓也、いいプレスです。ボールを奪いました。ボールを運んでいます。1点リードにできるか。クリアでしのぎます。危ない場面でした。コーナーから中へ、ゴールの上を狙ったヘディングでしたが、ボールはバーを越えていきました。タイミングは良かったんですが、落としきれませんでしたね。今日のゲストチームですが、今シーズンは守備の脆さが成績にも表れています。シーズンの終わりまでに相手に何点献上する気なんでしょうか。ここの監督は守備についてどう考えているのか一度話を。シュート、先制ゴール、早い時間に得点を挙げました。リプレイを見てみましょう。全てはこの突破から始まりました。そしてこのフィニッシュ、キーパーの位置を見てニアサイドを狙ってきました。監督の表情も険しいですね。このゴールでリードされました。興梠慎三、ディフェンスの軽率なプレーでしょうか。これは見事なインターセプト。これはキーパーが抑えそうです。ゴール前に入ってきました。清水エスパルスのうまいパス回し、チャンスを伺います。このゴールで1点リードです。リプレイをご覧ください。サイドへパスを出します。ボールがこぼれた。
いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。興梠が突破を見せる。ボールを奪われました。仕掛ける前にボールを奪われました。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。カウンターのチャンスが巡ってきた。守備への切り替えが遅れています。素早い攻めと素晴らしいゴールでした。相手をうまく引き込みましたね。常にカウンターを警戒しておくべきでした。まさかニアポスト側に打ってくるとは思いませんでしたが、それにしてもあのコースをセーブできないのはキーパーの問題だと思います。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。このパスは読んでいました。裏も見えていたのか。この攻撃は実を結びませんでしたね。ファールを取りません。流しましたか。奥井亮、ここでインターセプト。これはよく見ていた。マークにつけてスペースがある。このボールは止めただけ。クリアできるか。ボールは相手に渡りました。チームにいい流れが来ています。サポーターも懸命に後押ししていますね。得点に結びつけられるでしょうか。ファン速攻、リードしながらも素早いパス回しでボールを保持しています。奥井亮、客席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。ここはスローインが相手に渡りました。パスをこの位置で防ぎます。これはチャンスだ。これは危ない。ゴールが決まった。キーパーにとってはアンラッキーでしたね。ファインセーブを披露したものの相手の前にボールを弾いてしまいました。これは悔しいでしょう。監督の様子ですと、試合後のロッカールームは激が飛ぶ予感がします。ここまでのところ試合は一方的な展開になっています。相手ボールになります。いいボールが出ます。クロスのチャンス。前半が終了しました。スコアは3対0。前半は一方的な試合展開でしたが、後半のキックオフです。青木拓也、興梠、素晴らしいボールです。スルーパスが出ます。ボールがこぼれました。クリアできるか。エベルトン、
スペースに見事なスルーパス。エリア内体を投げ出した。ボールをキープ。このチームは現在リーグの下位に沈んでいます。ここは丁寧にプレーしたいところです。綺麗なタックルです。コロキへ。スルーパスが味方に通る。さあどうだ。ビッグチャンスだ。止めたが抑えられない。さあどうなる。相手陣内でインターセプト。よく止めましたがボールはこぼれています。青木拓也、興梠慎三、カウンターアタックに入るか。このカウンターはうまくいきません。ボールは相手に渡ります。ボールがフリーになりました。スローインからゲームは再開です。このパスは通らない。杉本、ここで攻撃を止めます。ここはカウンターアタックを狙うか。カウンターへの対応が遅れているようです。中央へクロスが渡る。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。ダイレクトボレーが見事です。難しいシュートですが思い切りよく打ちました。こちらのカメラからの映像です。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。前に運んでいます。エベルトン、これ以上は通しません。またしても止められます。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。ここでボールを失います。杉本健佑、得点もあり得た場面でしたがこのボールはカットされました。仕掛けてくるのか。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ボールを奪われました。何か完全に力の差というものを感じる両チームです。キーパー焦らず対応しました。今のはかなりいいチャンスでしたよ。あの距離から外すのはもったいないですね。キーパーで問題ありません。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。
うまいパス。いやー、紙一重、なんとか弾き出します。この人はここまであまり名前が上がりませんが、どうでしょう。連携の問題があるかもしれませんが、まずはチャンスを作ることですね。そのためにはいい場所でプレーに絡むこと。今はビハインドの状況ですから。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。クロスがディフェンダーに当たりました。杉本健雄、これはカウンターのチャンスです。カウンターになります。早く戻らないと防ぎきれません。決まったー、ゴール。交代で入ったばかりですが、しっかり結果を出しましたね。あのシュートがファーストタッチだったかもしれませんね。この失点はいかがでしょうか。キーパーのポジションが少しどうだったんでしょうか。コースが空いてしまいましたからね。今シーズン非常に失点数の多いゲストチームですが、このゲームには勝利しています。ホーム側は守れないことに批判が集まっていましたが、フォワード陣の活躍で勝利しましたね。いいゲームでした。